それで隅の転園をしてどうなったの？ご想像の通りや。執行者が来てバーネットさんは執行された。消されてもうたんや、ペネロペの目の前でな。でもユナのおかげでペネロペは助かったんだよね。そう思いたいな。せやけどペネロペはそん時えらい悲しんでて、あんな目に遭ってたのにな。うち思えばペネロペからバーネットさんの悪口聞いたことあらへんかった。後からペネロペ言うてたわ。殴られるのは辛かったし痛かったけど、自分は決して不幸せではなかったって。バーネットさんは不器用すぎたんやと思う。不器用すぎて娘にどう接していいかわからへんかった。せやから一番の特技、演技を通じて娘と触れ合おうとしはった。口で語って体で覚えさせようとしはったんやな。そんでペネロペもそれを分かってて受け止めてた。歪んではるけど、それがペネロペとバーネットさんの親子の関係やったんや。だがどんな理由があったとしても子供への暴力は正当化されない。そうだよ、ユナは間違ってなんかいない。うちはそうは思わへん。確かにあん時バーネットさんを止めなあかんかった。せやけどもっと別の方法があったはずや。ビジョンオーブに頼ったんは間違いやって、泣いてるペネロペ見てそう思った。だってペネロペとバーネットさんがどんな形でつながってたかわからへんかったもん。執行を願った世界中の人もうちもわからへんのに、想像もせんと勝手に悪人や決めつけて執行を願ってもうた。ペネロペから母親を奪ってもうた。ユナ、まあそんなとこやな。ほんまええ感しとるわお嬢。ペネロペは知ってるんだよね、ユナがお母さんを転園したこと。知ってはるよ。でもそのことでうちを責めたことは一度もあらへん。せやから今も友達で、うちはずっとつらいんや。すぐに終わらせましょう。マキナと一緒に遊びましょう。飼い主としてたまには同伴しましょうか。扉グレンジ、俺についてこい。大きくなってドン。神の杖アグリゲットシャープ。これはレオンだ。悪いお知らせです。僕は強いです。生き残るの絶対に。これがきっと最後よ。刻め、ラブピート。そこですか、僕に力を。行きますよ、足。人暴れしよう。お先にどうぞ。まだし、今楽にしてあげます。いいと消えなさい。刻め、ダメ。宇宙が見せてやる。